ルプロタージュ戦中、ナビゲーターの岡でございます。パジャマですみません。今日ご紹介するのは、こちらですね。オーリングテストの問題点と新しい。クォンタムテストの技法と。立花秀俊ドクターですね、小児科医の方が書いた本で、これが素晴らしかったわけです。この本はですね、名古屋の本部クリニックの本部院長から、お借りしてるんですけども、お借りしてるにもかかわらずここまで付箋をつけたということですね。そしてオーリング自体はですね、大村博士が、ずいぶん前に特許申請をされていて、2人がかりで、まあ、臨床の現場でも多くの、医師が、それを実践し頼りにしているということで、九州の久留米にそういう学校があるそうでね、私の、知っている、医師の方もそちらの方で研修を受けた方も、何人かいるんですけれども、この本はですね、問題点を指摘してるんで批判的ではあるわけです。で、私自身はですね、このような解釈をしてるんですね。キネシオロジーってご存知でしょうか？人間の言葉は嘘つくけれども、筋肉は嘘つかないと。要するに力が抜けちゃってる状態になってるわけですね。何か自分が違うと、心の底で思ってることが筋肉に現れると、筋反射。これもですね、一人では、まあ YouTube 見る限りできない。これやってもらったことがあるんですけれども、つまり、一人ではできないわけです。で、一人でできるものはないのかなということで、木村正人さんという方がいまして、縄文環境開発の社長さんで、非常にユニークな活動をされている方なんですが、一人でできるオーリングテストで、オーリングって言葉は使えない、まあ、YouTube でいっぱい皆さん使ってますけれどもね、これ著作権が、ごめんなさい、パテントがありますので、木村先生はですね、縄文式問診法っていうのかな、ごめんなさい、そんな字じゃなくて、木村先生 私もですね、新橋で食事してる時と、横浜のインターコンチネンタルホテルでですね、2回ほど、プライベートで無償で教えていただきました。で、まあ、ちょっとご覧になってください。私が教わってる風景、こんな感じ。大村さんね。大村先生、はい。い大村先生のまた直弟子から教わったんでしたっけ？どうだ？や、まあ、直弟子は直弟子、お医者さんで、豊川健二という、本当のプロの医者だけど、20数年前に、なるほど。津軽でね、で、本当にその、オーリングでこう勉強している、診察している、看護婦さんを通してね。そのほら、仲良くなって、まあ、飲みは必ずわんわんガーガーやるんだけど、しょっちゅうこう一人でこうやるわけですよ。その先生が、そのおしゃべりっていうか、リラックスして酒飲んでる時は、こんなことやってる。で、いやー、鶴岡先生よと、その一人でやるのってどのぐらい練習すればものになるのって聞いたら、まあそうだな、10万回ぐらいやればいいだろうって。優勝勝ったん、やったろ俺と。10問やろうと。まあ、もう、来る日も来る日も来る日も、もうありとあらゆる機会を通してさ、いつの間にか分かるようになってきたのさ。まあそういうようなこともあって。で、実際確認したら免許改善っていうか、OK だと言われたわけですよね。それは私が勝手にな。これで これでいいだろう、いいか。いや、これがさ、面白いのは、2人で酒飲みに行った時に、いや、ほら、どこへ行くかっていう、もうこれだけだよ。じゃあ、あそこになって、で、居酒屋に入った。で、ずらっとこう酒並んでいれば、どの酒いいかなっていう、あ、これだなって。要するに、その日の自分に合う酒があるわけよ。素晴らしいですね。実際ですね、ちょっと私がまたこう注釈しますけど、木村先生はね、その自分でやる縄文式の前に、波動重いしよ。長いんですよ、名前もっと短くした方がいい。木村式でいいんじゃないですか。まあまあまあ、木村式のね、一人でやる。一人でやると、これのセミナーをやってるわけですよ、ね、これを教えてるわけ。教えてるわけですよ、これ。立派な先生なんですよ。勉強会で、これがまたあんま言えないですけどね、大物も
習いに習ってる。いや、結構結構結構すごいすごいです、ね、おや面白いよこの前なんか超大物の政治家がさ、はい、で、まあ、私あの自然治癒っていうのテーマなんで、はい、治す力は自分が持ってると。なお、はいはい、うん、それで、まさにですね、まあ、年齢的にはもう78になるのか。見えないでしょ、これ、うん、という木村さんなんですけど、うんうん、そのまあ、こういう77歳がもっと増えてほしい、うんうん、と元気がいる、はい、若者だけが元気がいるんじゃなくて、はいはいはい、ね、はい、じいさんって言うなみたいな感じで言ってもいいけどそれが元気だと、いや我々もやる気が出るんですよ、うんうんね、うんうん、未来に希望が、はいはい、人間希望しかないわけだから、はいはい、人生生きてくれる、はいはい、そうそうそう、そこで、はい、ガンだったと。あ、ガンが2つあった時期があったって、はい、これね、話すと一晩ぐらい語れる話なんですよ。ただし、まあ、一応 YouTube だから、はい、3分でちょっと語っていただきたいんですよ要するに僕は動画、まあ、もちろんね、うん、ちゃんと聞きたい方はこういうテロップ出しておきますけど、うんうんうん、木村さん動画見てください。がんがあるっていうことは、これはがんができたっていうことは結果であって、はい、結果があるっていうことは原因があるわけだよ、はい、で何なんだろうって見たらはっきり分かったわけさ、はい、日常生活から濃いものから飲み物から何よりもものの感じ方考え方、これがめちゃくちゃだったということが分かったの、はい、それはこれで分かったんですか。いや、その苦しみられて、あ、痛めつけられて、おしっこがもう半年でなり、まだ、ね、ピポ車で運ばれて、はいはいはい、うーんってなって、しかもそれから2ヶ月ぐらい、うん、そのそれこそのパイプの先にパイプつけてさおしっこの時ピュッてジューってやるとかさ、あ、痛そうだな。いや痛い、やあれが痛いもんなも痛もんないもんって、またそういう時にさすがの私もっておかしいけど、生き方を気付けさせられたというかね、うん、上の方からっていうか、いい話なんだこれ、うんうん、まあちょっとこれまた執着ですけど、食べ物とかそれも当然悪かったと、うん、まあ、そういう生活自体も悪かったんだけど、何よりも何よりも何よりも、はい、やっぱ生き方っていうか自分のね、はって思った時に、その単なる自信がさ、自信過剰になってたっていう、はい、それからものすごい傲慢になってたって、はい、自分がね、まあそれから人の言うことは全く聞かなくなってたっていう、そういうことがに気がつかせさせられたというか。なるほど、苦しい思いして。思いして。何年前ですか。去年よ、去年。見えないでしょ、これ。その時もうすでにがんがどのくらいのステージ。いや、これが面白いのよ。民間の会社、医者行って、ダメだからって大きな会社、病院行って、検査しろと。はい、注射で調べたら、はい、もうとんでもない数値があると、がんの疑いがあると。はあ、でこれは検査入院しなきゃダメだ、はいはいはい、あ、そうですか、でじゃあお願いしますって、なく怪しいと、それで検査したわけだ。さらにまあ、ケツの穴から中機械をやってさ、もうガチャン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 5回落とすわけよ、なんだろうって見てたら、うん、機械でそれでその、はいはいはい、組織を5箇所取ったと、うん、でちょっと苦しいかもわからんけど、ちょっとね我慢していねえってことで、ガガガガってこれをぐるっと回して、はい、でまた5箇所取って、こけ10箇所取ったわけ、はい、いや面白いな、まあ、こういうこともまたいい経験だなとこんなところでやるのかなっていう、すごくこう、まあ悲観的ではなかったんですね。いやいや、楽しかった楽しかったで、その後に1週間とか経ったから、あれちょっと待てよと、10箇所調べたよな、じゃあ何箇所あるんだろう、もう興味関心出てきた、初めて、うん、で今度は連続やったわけよ、私のね、がんは、10個あります、はい、だから開くわけよ、じゃあ10個ないわけ、10個ないね、
9、8、7、6、5、4、3です、ね、3って言ったら2言ったらピタッと止まったんですよ。 あ、じゃあ2個あるんだ、なるほどな、でそれっきりまた全く普通の生活から離れてしまっちゃうけど、もう1ヶ月半ぐらい経ってから、ほら民会のお医者の民会の時期が来たわけで、こっちは2つあるんだよなと思って言ったから、まあそれにしてもって思うんだけど、あの時間が来て、そしたら木村さんどうぞって言ったらさ、医者がさもう楽しくてしょうねみたいな口調でさ、医者が木村さん、木村さんがありました。ああ、が、あの、実家者みたいなのに、実家者ありました、実家者。むかつくやつ。でも明るくていいですね。明るく。これで、これがすぐに、あそこ行ってね、青森弁で。調べてください。いや、青森弁じゃなかったですよ。ああ、そうそう、大弁で。うん。で、検査ありますからと。なんとか、なんとかの検査って。嬉しそうに。嬉しそう。で、午後からは、あっちの方で、また、これは、なんかその確かステージナボガルの調べる検査ですっていう、はいはいはい、進行ね、進行ね、はいはい、うん、あそうですかって言った時に、はい、私はいや大変までお世話になりましたけど、あのそこまでもはっきり分かったわけだから、もうあの先生にお世話になるのは今日ここで終わります。あすごいね、いろいろお世話になりました。いやもう最高ですね。きっとワクワク見ても三角四角ぐるぐるになるわけみたいな、何を言ったんですか。ああ医者がね、いや目が三角に四角にして、いやとんでもねえ野郎だなこの野郎ってな顔見られてさ、いやそのやり取りがまたね、いや本当ギャグですね、面白いよ、面白いですね、うん、そのだから木村さんもそう捉えることもすごいよねやっぱり。いやだからその時喋ったのさ、いやあのが2つあるでしょと、じゃあその2つあるということはこれ結果ですから、はいはい、その原因をずっと調べてみたら、はい、あったんですよ、うん、もうちょっと前に気がついてたんですよ、うん、でその私はその原因を、まあ、一生懸命今一生懸命最中こう修復している最中なの で、はい、できっとこれが成功すれば結果も変わるはずですから、だからあのもうお医者さんのお世話にはならなくても大丈夫なんです、どうもいろいろお世話になりました、ありがとうございました。なるほど。ところがはいそうですかって言われるわけだ僕は、うん、もうあの手この手この手あの手でさ脅かしかけるわけだ、うん、ねえ、で変なやつですねそしたら最後、いやじゃあしょうがねえと、あのあそうそう、こういうことにしないと、あなたの一存では決まらない、あの決められないんだよって、あなんでですかって、私の体ですけど田中さん、もしあたこれからこのそれ悪化すれば私の責任になるんだってわけだよ、憎たらしいいやいや、分かりますよ、絶対先生の責任はしませんから、まあ、そういうあの教育を受けてますからね、うん、したらさ、うん、いや言葉で喋ってもダメなんだと、一筆書けって言ったわけだよ、いや何文字も書きませんよって、そしたらあんただけじゃダメだよ、家族の文を書けって、そんな話があったんですか。いや何文字も書きますって、あでそれまで兄さんまたやっぱり何週間かあったのかな、でうちの人があれ連れて行ったわけ、長男坊、で今度は私喋ってもしょうねえと思ったから一生懸命今度はそのあれ脅かしかけるわけよ、釈服ってやつですかでも、まあ、敵も去るものじゃねえけどさ、うちの先生がまた私よりはるかにまた、うん、ちょっとこう社会勉強してきてる社会大学を出てる男だから、なるほどなるほど何を言うてまんねんとお医者さんといやいや、あの親父がこう言ってますから親父のこと聞いてくださいって、うん、すごいですね、それで、うん、じゃあ少年と、じゃあ薬だけ出しましょうって、うん、3ヶ月分出しますって言うけど、点数つけたいからね、うん、いや薬いらないっすってすごいっすね木村さん、そしたら医者がさ何を言ってんですか、あその前ほらじゃテストやるからそれ旅行から処理してこいと、本当に出たらパスするって、ボンボン出るわけよ、久しぶりに何ヶ月ぶりに、はいはい、いや先生出ましたって言ったらさもう
かりした顔してさ、勝利のって勝利のってでパスして、で僕とその薬の話したら、2ヶ月前に私が出した薬あなた今まで飲んできたからこれ治ったんですよって。実は俺洗脳されてるんだ、全く飲んでないわけよ。ただそこまでバカにするのもなと思ったから、はいはいはい、はい、あそうですか、でももういいですって。せがれがさ、こうやって突然つくわけよ、おやじ、あの薬だけもらっといたら、だから、あ、そうですか、あ、いや、じゃあ薬だけもらいます、紙一枚もらうでしょ、で前回もそれ一切金あの飲む気もなかったんだけど、うんうんうん、しゃあねえからって、私病院行ったことないからこう言って金出し5000近くだと払ってやぶつけたんだけど、そのそこからありがとうございます、廊下に出た途端にせがれがさ、親父これ買わなくていいんだよって言ったけど、5000円ぐらい、もう1万円ぐらいかかるじゃん、 3ヶ月分だから、はい、紙をさ、はいはい、要するになんだ薬をもらうところ、処方箋、処方箋、処方箋、ちょうだいね、はいはい、あそうだよなーって、その場でこうやって最高っていうことは、そのなんていうんですか、おしっこが出るまでの間に、ご自身 の, その内面に向き合ったんですか。そうあ、じゃあすでにおしっこ出た時はもう治ってたかもしれないですね。かもしれないですね。あ、それ何月ですか、それ去年の。去年の2月の忘れもしない。私がね、木村さんにお会いしたの12月ぐらい初めてお会いしたんですけど、だからかなり良くなってる頃。あ、そうそう、あ、お会いした時もね、もうがんの印象ないですねって僕も言った方なんですけど、うんうんうん、なるほど。だってさ、がんって意識して、がんって言われたのは注射をして普通のレベルはここなんで、ここまで来てますよって言われたときに、やっぱりじゃあ変わるんだかもしんねえなって思ったことを、しゃあねえな。まあ話が脱線しましたが、要するに、医師の精密検査よりも早く正確に、一人でやるオーリング縄文式波動問診法ですか、それで分かったということをここで述べたいわけです。で私もこれ自分で何度かやってみたんですけど、どうもですね、実は結構難しいんですね。きちんとこれは、レクチャーを受けないと無理です。で、たくさん練習しないと精度が上がらない感じがしました。ただし指だけです。この本を読んでですね、非常に納得合点がいくんです。分子共鳴ではなくて意識想念のレベルのものではないかと私は考えた。量子場の反応であるということです。量子物理学、量子論ですね、はい。バイデジタルオーリングテストは分子共鳴による反応ではなく意識想念の起こす現象なのであると。リングは力で開くわけではないと。これは、これはですね、あんまり皆さんこれ買っていただき読んでいただきたいのにあんまりね言っちゃいけませんが、物理学では説明できない現象が起こっている。この現象が重要であるということですね。ですからまだまだ、物理学では語られないことが多いんです。ちょっと一瞬話がずれますけれども、ノーベル賞今年2020年、ペンローズ大先生がですね受賞されましたね。私はですね、サー・ロジャー・ペンローズが大好きで、ペンローズ&カンパニーという会社を作ったことがあるぐらいなんです、はい。ペンローズペンローズ先生の動画はですね、この動画の後に、やります。ちょっと話が戻しましょう。そのようにですね、ペンローズ先生もですね、意識精神とは何か、それは、アインシュタインのね一般性相対性理論のと、これはね一般性相対性理論と量子論っていうのがね相反する結果が出てしまったと。これアインシュタインとボーアの論争っていうのがあるんですけども、これを統一する理論の、例えばホーキング博士の共同研究者のペンローズさんでしたけれども、意識とかっていうのは AI の一番の課題で、
まあ、多分話が脱線しちゃったので、ここはちょっと早送りにしてますけれども、話を戻しますと、例えば浮気調査なんかにも使えますよね。例えば私は今寝不足なんですけれども、何時に寝たらいいのかってやってみましょうか。今リアルタイムで、ただいまの時間が23時43分、私はですね4時ごろ寝て8時に起きるという健康推進をしているくせに最悪な、まあ、今私はですね遠隔共鳴っていうのを研究してまして、周波数を研究してるんですけれども、寝る、まあ、仕事が楽しくて寝てないんですけどもね、それ体に良くないことよく分かってるんです。はい、じゃあやってみましょう。はい、このようにもします。まずやる前の意識が大切。ブラフマン、宇宙の中心神っていうかですね、大宇宙をちょっとイメージする、おおらかな気持ち、ここ重要です。ブラフマン、これインドのあれですよね、まあ、何でもいいんですけども、大宇宙をイメージしましょう。宇宙とつながってる自分と、まあ、抽象的だけどそう思ってもうそんなようなこと書いてありますから。私は今寝不足である。ほら、ここまで来ました。話しましょう。確実に寝不足だということです。何にも私何ですか、脳で判断してるんじゃないですよ。言ったことに関して潜在意識へも答えてるわけです。もう一回やりましょう。私は逆の質問しますね。私は寝不足ではない。完全寝不足って今結果出ましたね。もう一つ質問します。私小川陽吉は9時に寝た方がいい、夜9時に寝た方がいい、9時じゃないね、10時に寝た方がいい。あ、10時だ、やっぱり。はい、お肌のコア睡眠タイムは10時から午前2時と、相場が決まっておりまして、やはり10時に寝た方がいい。じゃあもう11時にしましょう。11時に寝た方がいい。11時でもいいそうですね。12時に寝た方がいい。12時でも大丈夫だそうです。1時に寝た方がいい。1時遅い。2時に寝た方がいい。ダメ。3時に寝ても大丈夫だ。大丈夫は大丈夫なんですね。まあそのようにですね、やはり10時が一番バチッと閉まったわけですから、10時に寝た方がいいということです。じゃあ私は今体が、明らかな不調がある、明らかな不調はないですね。確かに。しかし睡眠時間をよくとった方が良い、間違いありません。言った言葉に対して自問自答したわけです。これはですね、自分自身を知るために、自分で自分をね直すことを自然治癒と言いますけれども、自分自身を知るためにも超おすすめというのは、この立花先生がおすすめしているわけです。立花先生お会いして伺いたいですね。量子場ですとか、宇宙意識とかね、なんていうんですかね、ちょっと付箋してるところいっぱいあるんですけども、ヘルツの話、周波数の話がある。例えば年齢も分かるわけです。年齢、体内時計ってありますでしょ。皆さんどうですか、体内時計。私はかなり正確で、昔からですね、目覚ましが鳴る直前に起きます。はい、例えばぴったりに起きることも何度もあります。例えば、明日ちょっと早くね、4時15分に起きると4時15分にバチッと目を覚める。例えばですよ、こういうことは何度も何度も経験しています。極めて体内時計が正確だった、今は多分ダメですね、こんな、夜更かしをしている現状ですからね、かなり正確ですから、人間の体っていうのはね、宇宙の中に、太陽系の中に惑星 の一つが地球で、地球の中の日本の、まあ、どっかに住んでいて、全部これはつながってますよね。ですから体内時計っていうのはもう明確にあるわけです。はい、年齢もこれも体内時計と言えますよね。ということでやってみましょう。私は今35歳です。はい、
全然違います。40歳です。はい。結構締まりましたね。近くなったな。48歳です。50歳です。51。52。53。54。ほら、もう何にもしてもぴったりくっついちゃいました。わかりますか？私54歳になりました。ということで、あ、55歳やってみようかな。数えの年も必要だな。55歳。ああ、55でもいいわけだな。まあ、いずれにしろですね、自分の年齢も分かってしまうということです。まあ、分かってるんだけどね。これは潜在意識、体内時計のようなものです。無意識のところに問いかけるもの。私はですね、どんな外出するときも、これ Amazon で4000円ぐらいだったんですけど、持っていきます。持ってってます。で、私は今、共同実験やってるんですけれども、その先生にね、これを見せたところ、あ、これ知ってる知ってると。洗濯バサミでいいんじゃねみたいな話がありましたけどね。洗濯バサミもこう強いやつありますからね。そういうのも確か、YouTube で動画でありましたけどもね。量子バトコンタクトを取るための文言。バトコンタクトする文言。最高です。細胞内マトリックス。水について語ってるんです。水です、水。水は単なる物質ではなく生命そのものではないかと思われ、水も思考して行動しているのだと。先日私のフォーラム会員限定動画で、ドクター今井先生がですね、これは本部先生もおっしゃってましたけど、人間の血管ってのは見える範囲が、見える範囲が 10%、 すごい長さあるわけです。これが地球2周半ぐらいの長さ、人体、人間1人、それほど血管の長さっていうのは長いわけですね。じゃあ心臓だけでそれ血管循環しますかと。しないそうです。まあ、しないですよね、普通ね、これで。何の力だと思いますか？水の力です。水にはエネルギーがある。もう水からですね、量子場から、ね、宇宙意識。人間は実はこの世のうちのほんの一握り。一説にはたった 5% のものしか脳が認識していないと言われると。全くその通りです。ですから、まあ、ペンローズさんの言葉を借りるんであれば、知性というのは理解から生まれる。理解は何から生まれるかご存知ですか？覚醒から生まれると。最も肝心なことは覚醒、気づきという言葉に置き換えてもよろしいでしょう。気づきである。その気づきにつながるような、これまあ4000円なんか安すぎでしょうと。まあ、構造的にはね、まあ、こういうの片付くの大変なの知ってますからね、妥当だと私は思ってます。ということで、今日はですね、このセルフォーっていうものと、このオーリングテストの問題点と、新しいベンダーコンタムテストの技法という、立花秀俊ドクターの本をご紹介させていただきました。すべては振動であり、その影響である。現実には何の物質も存在しない。すべてのもの、おのおののものは振動から構成される。マックス・プランク。